阿南駅は、徳島県阿南市富岡町今福寺にある、四国旅客鉄道麦線の駅である。駅番号は、M12。阿南市の代表駅であり、特急、室戸を含む、全列車が停車する。また、麦線は当駅以南で利用者数が半分以下に、激減することから、徳島方面からの列車は、半数以上が当駅で折り返す。なお、 2021年3月13日改正ダイヤ時点では最終列車の当駅終着時刻が23時59分で徳島県内では最も遅い時間となっている一番乗り場ホームは相対式2面2線である駅の東側に留置側線が2本あり夜間大白が設定されている駅舎は徳島県で 唯一の京城駅舎で東西の自由通路を兼ねている。改札口とホーム上に LED 式列車発車案内板がある。2003年11月までは地上駅舎で当時は改札口に幕式の列車発車案内板があった。エレベーターが各ホームに一基ずつ設置されている。 このうち一番線ホームに設置されているものは、ウォークスルー型であり、外部との共用となっている。一階トイレ横に、コンビニがあったが2016年8月26日に、閉店した。その後跡地に、阿南駅前展示場が2018年3月15日、開館した。また、旧駅舎横に、JR 四国経営の、 北方ラーメンメンコ町や南店があったが撤退した。アゴヒゲアザラシの赤ちゃん人形がある。アワ富岡駅と称していた頃の駅名表示板が、アナンシリツワワクボ民族資料館に保管されている。1966年から、毎年6.7月から9月まで、改札口付近に風鈴棚の飾り付けを設置している。 1966年当時の駅長が、乗降客に、季節感を味わってもらおうと発案した。2004年から、阿南工業高等学校、新井野高等学校、富岡東高等学校、富岡西高等学校の生徒が持ち回りで短冊に、俳句を書き、一緒に飾っている。風林棚飾り付け50周年、記念事業俳句投票が、 2016年7月12日から9月10日まで行われていた。俳句一覧表と投票箱、投票用紙を改札口付近に設置。矢野秀樹駅長が乗降客に高校生の書いた句をじっくりと見てもらおうと発案した。2020年度の1日平均乗車辞任は1124人である。近年の1日平均乗車辞任の推移は下記の通り。 徳島県の駅では徳島駅に次いで2番目に多い。西口駅前風景東口付近の商業施設として大規模店の他全国チェーンのファストフード店などが立地している。高速バス乗り場は商工会議所建屋に併設されている。ありがとうございます。